はい、では行きましょう。今日再現するのは今年パリーグの首位打者ギータことソフトバンクの柳田選手を再現していきたいと思います。初期値パワーが一番上げなきゃねいけないところが一番低いですね。ということで工藤監督か、これ一気に変えるマスがあるから、ただ場所が良くないで、変えたいマスが守備の2つだけなので、これ別にねいらないと思う。まあ青が輝くとかだったらまた変えるかもしんないけど、今のところはそのまんまで良さそう。監督に会いたい。補給が上がる。監督に会って補給上げて肩ボッケ、さてと肩下げる、パワー上げる。オッケー、これでステージ終了。一番上げたいミートとパワー、そこがちょっと低いね。さあ今日の運試し、いいぞやってやれ。止まる、よーし、あってやる。一気に変えますもあるので、これ上にルートあるよね。あー一気に変えますが死んでしまった。偉人で、お粘り、タイエース、タイエースいいでしょう。さあどうだ、さあこれで来たー、これはだいぶ楽になった。ただ守備補給が上がりすぎちゃってるから。おお赤赤宝箱、オッケー、下だね。総力下げるか。さあハテナを連打していく。絶不調、無地が青来た。いやー弾道がないねー。青が赤、マジか。喜怒哀楽が激しいぜ。ミート強化、回復、赤が青、弾道がない。総力 OK、 弾道がないから、おおミート強化落とす。あーこれでパワーにできなかったか、パワーにできなかったか。じゃあこっち回りでいくか。どうしよっかな、型にして残り取って終わろう。ということで捨て2でこの能力、一気に変えるマスでパワーをがっつり上げれば。さて弾道がまたない、デイダがいるね。デイダ君は守備プラス7のあれです、広角打法なので、ぜひとも会いたいところ。シャッフル、うわーそこか、パワーと入れ替えてほしかった。補給、うえい補給か、肩下げ。ちょっと待ってよ、全体的に結構厳しいか。回復 OK。 どうしようかな、ハテナいって、赤が、よしよし、赤が青じゃない、赤がなくなるだね今ね。ここでパワーいける。赤が、赤がまた出てきた。総力下げ、ほい、赤が青、よし、弾道、あ弾道出てきたね上に。でも一番上か、12345678910、ダメだ。シャッフル、弾道来い、よし。走力、弾道、守備、そして広角打法が来たー、それだーそれだー。よし、もうあとはもうね全体的に整えていけば、走力強化 OK、 犠牲カード、よしよしよし。あとはまあミートとか走力ね、ワンランク低い B でも、いやでもやっぱ首位打者だからな。グラシアル、そして上林さん、いやー内野安打、走塁、そしてレーザービーム、いろいろありますね。うわ一気に変えれます、うわパワー、今パワーか、直でいけないし、うわーこれ迷うね。ライス8、うわグラシアルに相手、あーダメだね。どうしよっかな、
補給を上げすぎたくないっていうところがでかい。ちょっと一回ノリノリを引いてくれると助かるんだけど。さあどこだ。うい、勝ち申した。オッケー。いやこれ野球マンぜひとも1号が出てきてほしい。パワーアップ OK。 待って、これパワーにすればさ、ね、最悪もっといける気がする。おお、さあどう。ここパワー、パワーかミートか。肩ミート OKOKOK。待って、ここで勝ったよね。123ここでパワーになるから、このパワーはちょっと後回しになるね。うわー、お前かー、お前かー、しょうがない。先週野球マン下行っちゃったね。守備、あー違う、ただ能力が高い選手になっている。ダメだ、パワーだ、パワーを上げろ。パワーと肩、走力。お兄ちゃん来た。そして内野安打あるね、走塁もあるね。よしよし、一気に変えますがない、一気に変えますがないか。これは勝負をしていこう。プラス1か。解くの、走塁、よし、赤がなくなる、よしで、やる気を上げて鬼ちゃんに会う。基本能力パワー OK。 走力が意外とあるけども、パワーがあと1個だけ、1個だけか。走力が1234、まあ多分ここまで普通に踏むから無理にこの1個行く必要ないな。プラス1、やべえじゃん、1はやべえよ。よしよしよし、ヒーリングで回復させてくれ。よし、1はちょっと思った以上にやばかったからいっとこう。ここでパワーを、よっしゃー、きたー、ギータや、ギータや。これ総力 OK。 うわどうしよう、どうしよう。うわあと肩だよね、あと肩だよね。このパワーは後回しでいいか。うわー肩か。いや肩以外ちょっとないかな。お願い、きたー、ギーター。どうしよう、最後どうしよう。いやもう上げる必要ないんだけど。総力、1234566。いやミートとパワーいこうか。よし、ということでこれはギータです。もうギータと言い切る。うん、広角打法も入ったし。ということで600を超えたギータということで名前設定していきたいと思います。はい、各種設定してきました。こちらもう基本能力は申し分ないですね。ミートパワー SS、 やはりギータといったらパワー。そして首位打者を取ったということで S ね、総力肩も AA までのけられた。守備補給はきっとパワープロの査定で D にね低くされてるだけで、実際はこのくらいあるでしょう。ということで特能で言うと広角打法完璧です。そして走塁し、これも嬉しいですね、入りました。粘りと対エース、こちらちょっと入ってないんですけれども、ご愛嬌ということで。いやーこれはうまくいったわ、最高です。ということでぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチ。